国鉄滝3700経過車は1955年から製作された日本国有鉄道に車席を有した作産専用の30トン石タンク貨車である。作産及び無水作産専用タンク車の主力形式として1955年1月18日から1969年1月28日にかけて76両が新三菱重工業、 富士重工業、日立製作所、日本車両製造、川崎車両、帝国車両工業、汽車製造にて製作された。タンク体は一般的な形状のドーム付きなおのぶつつ型で腐食防止のためタンク材質にはアルミニウム、またはステンレス鋼のいずれかを用いて製作された。アルミ製タンク体を搭載する車両は強度確保のため、 タンク体を大枠に固定する受け台を大型化し、区別のため記号は、あたきと表記された。1979年10月より化成品、分類番号、年三38が表記された。車両によっては、年八83、新年83と表記されていることもあるが、意味は同じである。陶器の低温下で容易に凝固する積み荷であるため、無水作産輸送を、 主とする一部車両を除きタンク外部を断熱材等以外反で被覆して積み荷を保温する。二役方式は積み込みをタンク上部のドームから行い、取り下ろしはドーム前後に設けた空気管から圧縮空気を注入して上部ドームへ圧走する上入れ上出し方式である。台車は各車とも国鉄貨車で標準的に用いられた TR41CE 型で時空気は 平ら軸受け、枕バネは重ね板バネである。ブレーキ装置は国鉄貨車で汎用的に用いられる自動空気ブレーキである。留置ブレーキは車単デッ機上に回転ハンドル式の手ブレーキを設けるが、最高機車のみは左右両側の大枠側面に足踏み式のブレーキテコを設ける。1987年4月の 国鉄分割免営化時には60両が JR 貨物に継承されたが、2010年4月1日、現在4両が在籍している。各年度による製造会社と、両数は次の通りである。電気車研究会、鉄道ピクトリアルナン、no. バー840、増刊鉄道車両年間 P107。ありがとうございます。